ケントさん、アスカ、どうしても欲しいバッグがあるの。でも、ほんのちょっとお金が足りないんだ。そう言って、上目遣いに俺を見つめてきた。金額を聞くと、目が飛び出るほどの高級バッグだ。ダメなの？アスカ悲しい。ケントさん、貯金あるんでしょ？ちょっとくらい、いいじゃない。私、よく考えたら、出会った時から気になってたのかもしれない。立石さんのこと。俺は、立石健太。35歳のサラリーマンだ。仕事はきつく、毎日残業続きで、ヘトヘトになっていた、ある日、俺はついにぶっ倒れた。気がついた時は、病院のベッドの上。過労だろうな。最近仕事忙しかったしな。ベッドの上でぼんやりと考えてた俺に告げられた病名は思いもよらないものだった。軽く脳梗塞を起こしてます。手術が必要ですね。主治医だというその人はすらりと背の高い綺麗な女性の先生だった。三井先生はその整った顔をびっくりとも動かさず、冷たい表情で、ただ淡々と話していたが、俺は内心パニックだった。というのも、俺は親父を脳梗塞で亡くしている。まだ50代と若かったのに、あっという間に行ってしまった父。俺も親父と同じ道をたどってしまうのか、と絶望した。手術をすれば、大丈夫です。任せてください。青ざめた俺に気づいたのか、三井先生はそう言って、俺をまっすぐに見据えた。結局、三井先生のおかげで、手術は無事成功。幸いにも、心配された後遺症もなく、俺は元気な姿で元の生活に戻ることができた。数週間入院し、無事、退院の日を迎えたわけだが、最後の診察で三井先生に厳しく注意された。日常的な飲酒、運動不足、睡眠不足、ジャンクフードを主とした偏った食生活。これらを全部改めてください。確実に命を縮めます。わかりましたか？三井先生、俺より年下に見えるが、実際いくつなんだろう。大体医師っていうのはどうも苦手だ。偉そうな態度で見下されているような気分になる。正しいことを言っているのはわかってるが、素直に聞くことができない。黙っている俺に三井先生はさらに続ける。睡眠不足は仕事が忙しいせいですか？働き方を見直した方がいいですよ。そう言って眉間にシワを寄せている。働き方を見直すだなんて簡単に言うけれど、どれだけ難しいことか彼女は知らないだろう。そもそも運動不足なのだって仕事が忙しいからだし、日常的な飲酒も上司の付き合いだし、栄養の偏りも自炊する時間がないからだし、濃い味のジャンクフードに頼ってしまうのも仕事のストレスからだ。仕事を辞めない限り、この生活習慣を立て直すのは難しい気がするが、そんなの現実的ではない。俺にはなりふり構わず仕事をしなければならない理由があるのだ。冷淡な彼女は、そんな俺の背景なんて興味がないのだろう。患者に寄り添うって医師として大事なことだと思うんだけど、彼女はそんな気さらさらないんだろうな。冷たく俺を睨む彼女に言い返す気力もなく、俺は適当に返事をして病室を出た。これからも通院が必要だけど、三井先生と会わなきゃならないと思うと、憂鬱な気持ちが倍増する。もちろん、助けてもらった恩は感じてるし、
腕のいい先生だってことも知ってる。目を見張るほどの美人だってことも。だけど、あの冷たくて上から目線の言い方がどうも尺に触るのだ。そんなことを考えながら、俺はふらりと実家に立ち寄った。実家と言っても住んでいるのは弟だけだ。両親を早くに亡くし、就職して自立するまで俺は年の離れた弟と二人で暮らしてきた。弟のコータはまだ高校生だ。退院おめでとう。日頃の不摂生がたたったね。兄貴に料理上手の彼女でもいたらこんなことにならなかったんじゃない？早くいい人見つかればいいね。そう言ってからかうように笑った。お前と違ってモテないからな、俺は。自虐的に笑う俺に、弟は真面目な顔で言った。でも、やっぱり守るべき人がいると、自分の健康にも気をつけるようになると思うよ。健康で長生きしたいって思うものだろ？まあ、確かにそうだな。支えてくれる人がいたら、頑張れるし、健康でいたいと思うだろう。弟と違い、昔から女性にモテない俺は、告白しても撃沈するばかりで、いつからか恋愛なんて諦めていた。仕事が恋人だなんて強がって、気がつけば30も半ばだ。弟の言葉に背中を押され、俺は思い切って婚活アプリに登録してみた。そして一週間も経たないうちに運命の出会いが。登録してすぐにメッセージをくれたのはアスカちゃん27歳。何度かやりとりをし、ついに初めて会うことになった。メッセージのやりとりはまるで恋人同士のようなラブラブっぷり。俺は久しぶりに彼女ができたと浮かれまくっていた。その日の午前中、病院に行かなければいけない予定が入っていたが、待ち合わせの時間は午後1時。病院の後、そのまま待ち合わせ場所に行くつもりで家を出た。初めてのデートだからと、服装に迷いに迷った結果、病院に行くには少しかしこまった格好になってしまったが、仕方ない。一丁羅のジャケットを羽織り、そわそわしながらも、とりあえず病院の待合室で名前を呼ばれるのを待つ。その間も何度かアスカちゃんからの LINE が入る。早く会いたいな。時間が経つのが遅く感じるよ。待ちきれない。もうすぐ会えるね。楽しみすぎる。病院まだ終わらないの？早く来て。かわいいスタンプと共に送られるメッセージに顔のにやけが隠せない俺。診察室に入ってもきっとニヤニヤしてたんだと思う。何ですか？これからデートでもするんですか？いつもと違う服装、そしてにやけが止まらない俺に気がついたのか、三井先生が眉をひそめながら言った。わかります、そうなんですよ。早く会いたいんで、診察適当にちゃっと済ませてくださいね。照れ隠しもあり、ほんの冗談で言ったつもりだったのだが、三井先生の顔色がさっと変わった。診察を適当にだなんて本気で言ってます？自分の状況分かってますか？前回言いましたよね。生活を改めてくださいって。見た感じ、お腹はたるんだままだし、目の下のクマを見ると睡眠不足も続いてますよね。検査結果にも出てますよ。相変わらず数値は高いし、改善の傾向が見られません。そう言って厳しい目つきで俺を睨んだ。まともに言い返しても無駄だと思った俺は。はいはい、その通りです。でも彼女が病院早く終わらせてきてなんてせがむもんで、へへへ。そう言ってわざとらしく頭をかいてみせた。
その彼女、本当に立石さんのこと好きなんですか？診察を受けるあなたに早く終わらせろなんて言えます？本気であなたのこと考えてない証拠ですよ。本当に大切な人にそんなこと言えませんから。三井先生はなぜか真面目な顔で怒ったようにまくし立てた。なんでそんなこと先生に言われなきゃならないんですか。カッときた俺は思わず叫んでしまった。俺の声に驚いたのか、三井先生は組んでいた足をパッと組み替え、キャスターのついた丸椅子に座ったまま後ずさった。その時スカートの中が見えてしまい、思わず視線が釘付けになってしまった俺。三井先生も俺の視線に気がついたのか、ギロリと俺を睨みながら隠すように太ももあたりに手を置いた。その後も先生は何やら診察結果をごにょごにょ言っていたが、俺は怒りで何一つ頭に入ってこないまま診察は終了。なんだよ偉そうに。三井先生にアスカちゃんのこと悪く言われる筋合いなんてないよ。後で病院に連絡して主治医変えてもらおう。そう思いながら病院を出て待ち合わせ場所に急いだ。あ、こっちこっち。俺を見つけたアスカちゃんが満面の笑みを浮かべ俺に手を振る。写真で見るよりずっと可愛く胸の鼓動が速くなる。やっと会えた。そう言って人目もはばからず俺に抱きついてきたアスカちゃん。柔らかいその感触で俺の心臓は爆発寸前。アスカちゃんの方から差し出してきた手をつなぎ、雑踏の中二人並んで歩く。おしゃれなカフェに入り向かい合わせになった時、改めてその可愛さに目を奪われた。カフェラテを飲みながらアスカちゃんとの楽しい会話に幸せを感じていたその時、アスカちゃんが言った。ケンタさん、アスカ、どうしても欲しいバッグがあるの。でもほんのちょっとお金が足りないんだ。そう言って上目遣いに俺を見つめてきた。金額を聞くと目が飛び出るほどの高級バッグだ。ダメなの？アスカ悲しい。ケンタさん貯金あるんでしょ？ちょっとくらいいいじゃない。そう言って可愛く頬を膨らませるアスカちゃんだったが、俺のテンションは下がりまくった。ごめん、頑張って働いてるから貯金は確かにあるけど、バッグ買うために貯めてるわけじゃないし、俺たちは恋人同士なんだ、ちゃんと話せば分かってくれる。そう思って言ったのだが、アスカちゃんはぷいっとそっぽを向いた。そしてそのまま立ち上がり店を出ようとした。え、何？ちょっと待てよ。慌ててアスカちゃんの腕を掴んだ。キャ、痛い、やめて。大げさに叫ぶアスカちゃんの声に周囲の人たちの視線を感じる。ごめん。とっさに手を離すと、アスカちゃんは、病弱なおじさんと付き合う意味なんてお金以外あると思う？そのくらいわかってるのかと思ったわ。ああ、時間無駄にしちゃった。じゃあね。そう言ってつかつかとカフェを出て行ってしまった。舞い上がってたのは俺一人だったってわけだ。冷たいテーブルの上に俺は思わず突っ伏した。そりゃそうだよな、俺みたいなおじさん相手にされるわけないんだ。情けなくてこぼれ落ちそうになる涙を必死でこらえた。アスカちゃんとはその後連絡が取れなくなった。 LINE もブロックされ、電話も着信拒否。完全に終わってしまった。その後の俺は完全に自暴自棄になり、やけ食い、やけ酒、ひどいものだった。定期検診に行かなければならないことなんて頭の中からすっかり消え去り、日に日に増える体重を
見て見ぬふりしていた。だけど、いざ検診の日、内心ちょっと焦っていた。生活を改めろって怒っていた三井先生に、またひどく叱られるに違いない。主治医を変えてもらおうと思ってたのに、連絡し忘れてた自分を責めた。でも、アスカちゃんと付き合ってた時は、食事に気をつけたり、ジョギングしてみたり、俺なりにいろいろ努力してたんだ。そんな言い訳じみたことを考えながら、三井先生の前に座った。案の定、三井先生は目をつり上げて俺を叱った。あれだけ忠告したにもかかわらず、体重が増えてるって、一体どういうこと？ひどい数値よ。どうなってるの？力なく笑うしかなかった俺。いや、失恋しちゃいまして。もう食べるか飲むかしかなくってね。先生の言う通り、相手の子は俺のことなんて何一つ考えてなかったんですよ。大切に思われてなかったんですよ。俺の作り笑い、相当痛々しかったのだろう。三井先生は同情するように小さく笑った。そして、なるほど。じゃあ、仕事はどうですか？セーブしながらできてますか？睡眠時間は取れてますか？声のトーンを下げ、優しげに聞いてきた。だけど、いやいや、ちょうど今、繁忙期でね。残業残業の毎日ですよ。寝る時間も自炊する時間さえないっすね。三井先生は途端に表情をこわばらせた。寿命を縮めたいんですか？そんなにまで仕事しなきゃならないんですか？自分の命より仕事の方が大事ってことですか？そんなわけないですよね。また強い口調でまくし立ててくる。そりゃ俺だってできることなら自分の体を大切にしたい。だけど仕事に関しては絶対に手を抜けないのだ。弟のためにも。先生、ある意味俺、自分の命より仕事の方が大切かもしれないな。だって弟には夢を諦めてほしくないんだ。俺たちには両親がいない。頼れる親戚もいない。だからって金がないから大学に行けないなんて、惨めな思いをさせるわけにはいかないんだ。俺が稼いで弟を大学に行かせる。そうしなきゃならないし、何より俺がそうしたいんだ。そのためには死に物狂いで働かなきゃならないんだよ。気がつけば、俺は三井先生に思いを全部ぶちまけていた。すべて話してパッと顔を上げると、三井先生は涙目になっていた。そして、だったらなおさら健康でいないと。あなたが体調を崩したら元も子もないでしょ。そう言って優しく俺の肩に手を置いた。私がサポートします。とにかく睡眠時間を確保することが必要ですが、仕事を手伝うことは私にはできません。できることといえば栄養面ですね。このレシピ集ですが、短時間で簡単にできる栄養豊富なメニューがたくさん載ってます。作ってみてください。そう言って小さな冊子を渡してきた。いや、作る時間なんてあるかな。作れないなら私が作りに行きますから。え？思いもよらない三井先生の申し出に驚いて声が裏返ってしまった。いやいや、どうして俺なんかにそこまで。立石さんのお話を聞いて感慨深いものがあって、実は私自身医学部に進学できたのは年の離れた姉のおかげなんです。聞けば三井先生は三つ上の姉がいるらしく、病弱な両親に代わり何かと世話をしてもらっていたという。貧乏だったから医者になる夢も諦めかけてたのだけど、姉が働いたお金で学費を出してくれて、そのおかげで今の私があるんです。でも姉は無理がたたったのか病気になってしまって、治療の甲斐もなく1年前に。そこまで言うと
三井先生は両手で顔を覆った。そんな三井先生にかける言葉もなく、しばらく沈黙が続いた後。姉に恩返しができなかったからってわけじゃないけど、立石さんのお話を聞いたらどうしても何か力になりたくて。そう言って三井先生は儚げな笑顔を見せた。短気で冷淡な人と思っていた三井先生が不意に見せた弱さ。俺の心臓はドキンと音を立てた。だけどまさか本当にうちに来て料理をしてくれるなんて思っていなかった。三井先生が初めてうちに来たのはついこの前の検診の後。診察の結果、脳の方の異常はなかったものの、いわゆる生活習慣病になる手前のような状態の俺の体を見かねて。ヘルシーな食事が必要です。今晩伺ってもいいですか？なんていうものだから、ドキドキが止まらなかった。その頃にはもう俺の心は完全に三井先生に傾いていた。弟の話をしてからの三井先生はすごく優しい顔で俺に接してくれる。そもそも俺のためを思ってあんな厳しい口調で注意してくれていたのだ。それに気づかず腹を立てるだけだった自分が恥ずかしい。三井先生の作る料理はどれもこれもとても美味しかった。私、よく考えたら出会った時から気になってたのかもしれない。立石さんのこと。三井先生はぼそっと言ったことがある。医師として、そしてお姉さんへの恩返しの代わりに。最初はそんな気持ちで俺と接していたと思っていたが、実はずっと前から惹かれていたのだと気づいたという。俺は素直に嬉しかった。冷淡な人だと思っていたけれど、親身になって俺のことを考えてくれる三井先生が本当に愛おしかった。そうして二人で過ごす時間が増えた俺たちは自然と心を通い合わせていくことができた。健康的な体重をキープできるようになり、心なしか肌ツヤも良くなった気がする。弟もそんな俺を見て、兄貴、いい人できたの？なんか最近幸せそうだね。そう言ってからかった。うん、近いうちプロポーズしようと思ってる。いきなりの結婚宣言に弟は目を丸くしてのけぞった。そう、俺は決意したのだ。三井先生、いや、さやかとこれからもずっと一緒にいたい。だけど、いざプロポーズってなると、断られるかもしれないという怖さから、なかなか勇気が出ず、ぐずぐずしていた俺。そんな俺の気持ちを知ってか知らずか、ある夜、部屋で一緒に映画を見ていた時、さやかが言った。それは、ちょうど映画の中の主人公が、女性にプロポーズするシーンが、流れていた時だった。結婚してくれる？隣に座る俺の顔を覗き込みながらの唐突な一言だった。まさかさやかの方からそんなこと言ってくれるなんて思いもしなかった。いきなりのことにあっけに取られ何も言えずにいる俺にさやかは、責任取ってもらわなきゃ。あの時スカートの中見たでしょ？そう言っていたずらっぽく笑った。まるでオーケーする俺の心を知っているかのように。俺はまっすぐに座り直し、背筋を伸ばして言ったんだ。俺から言わせてよ。さやか、俺と結婚してくれ。二人で幸せになろう。そう言うと、さやかはにっこり笑い、俺の胸に顔をうずめた。長生きしたい。大切な人ができて、俺は初めて思った。数年後には、弟も無事、大学を卒業。夢だった弁護士への道を、立派に歩み始めた。少し、
肩の荷が下りたわけだが、俺にはまた新たに守るべき存在が増えていた。さやかと娘、これからも二人を守り、そして自分を大切にしながら無理せず仕事に精進しようと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。